ちょうどよかった。君に任せたいことがある。ガレナがレプリカを率いてサンフランシスコに現れたという報告が入った。あの女の目的は不明だが、このまま放っておけば壊滅的な被害が出るだろう。ミドリアと共に向かってくれ。行きましょう。転送完了しました。あら、またあなた。随分と可愛いお友達を連れているわね。お前たちの目的は何なんだ。一体何のために世界中で暴れ回っている。それを知ってどうするの。まさか協力してくれるのかしら。するわけないだろ。可愛いわね。いいわ、教えてあげる。私はね、そう、この世界に飽きてしまったの。感情や欲望を押し殺し、退屈な毎日を平和という言葉でごまかして、生きている人間たちを見ているとつまらなすぎてもう耐えられない。それに力ある者が力なき者を守るなんて理解に苦しむわ。なぜ我慢するの。力ある者が自らの欲望に従順に思う存分力を振る。それによって生まれる憎悪、絶望の連鎖、感情のぶつかり合い、それが最高にそそるでしょ。私はそんな世界を見ていたいのよ。だったら力のない人たちはどうするんだ。そんなの私の知ったことじゃないけど、そうね、強くなればいいんじゃない。彼のように。それができないならおとなしく死ぬしかないわね。違う、そんなの間違ってる。力は誰かを助けるために、守るために使うものだ。だから人は強くなれるんだ。あら、何も守れなそうなあなたがヒーローみたいなことを言うのね。だったら証明してみせなさい。見せてやりましょう。どこ見てるの。助けに来たよ。これならどうかしら。まだまだ逃がすか。そこはドロイドスマッシュ。これならどうかしら。そこね、消えなさい。このアップマッドマンチェスタースマッシュ。素敵でしょ。プレゼントよ。そこね、くらえデトロイトスマッシュ。砕いてあげる。これならどうかしら。そこだ、ゲームやスマッシュ。こっちよ、そこね、甘い。見えてるわよ。あら、素敵です。プレゼントよ。あら、人は見かけによらないのね。あなたを見ていると昔の彼を思い出すわ。え、どういうこと。カインは元は人間だったの。彼はあなたたちと同じ正義とかのために力を使う暑苦しくてつまらない男だったわ。だけど信じていたその正義が彼を裏切り、愛する妻と娘の命を奪った。彼が正しいと信じていた者が愛する者たちを死に追いやった。あの時の絶望ったら最高だったわ。
彼はその時気づいたみたいね。正しい力の使い方を。だからそれを自分のために使うことにした。新しい世界を作るため、今の世界を壊すことにね。これで満足かしら。そろそろこのレプリカも限界のようだから。あなたは最後にどちらを選ぶのかしら。今まで戦っていたのは本物のガレナじゃなかったのか。今の話